日本神奈川県逗子市、小坪小坪は、神奈川県逗子市の町名。面積は1.56平方キロメートル。現行行政地名は、小坪1丁目から小坪7丁目。郵便番号は249-0008。逗子市生帯に位置し、西は、鎌倉市材木座、北は、鎌倉市大町、北東は、逗子市、日崎、南東は、逗子市新宿に接し。 南西は、相模湾に面する。海岸は、大崎、飯島崎の二つの小岬で、逗子湾とも、鎌倉湾とも隔てられた、小湾、小壺湾となっている。元々の村は、この小湾と、そこから奥に深く切れ込んだ宿で、鎌倉とも、現在の逗子市中心部とモーネスによって隔てられた土地であった。幹線道路としては、 町域北端を神奈川県道311号鎌倉葉山線が鎌倉から名古屋水道を通って入り小坪水道を通って逗子市日先へ抜けるまた町域中央部東側には近代に大きな霧通しが設けられ逗子市中心部へと通じる海岸近くは飯島先の小坪海岸トンネル及び飯島先城の場次第を越える道の日本によって 鎌倉材木座と連絡している。また海岸近くを国道134号の振動が通るが、小坪町内はトンネルと霧通し、高架で通過するのみで、通常は車両通行止めのランプ1カ所と一部市有地への出入り口を除き、小坪町内とは接続していない。海岸に小坪漁港、逗子マリーナがあり、町域北端には名古屋霧通しや、 心霊スポットとして、しばしば取り上げられる、小坪水道がある。小坪湾に面した、漁港周辺が古くからの村の中心だが、戦後になり、小坪湾から切れ込む野党を囲む、山の上が大規模に開発され、新興住宅地となった。さらには、小坪湾北西側が埋め立てられ、マンションの立ち並ぶ図紙マリーナ地区となっている。住宅地の地下は、 2015年1月1日の工事地下によれば、小坪鬼から2から14の地点で14万9千円平方メートルとなっている。町域南部の広尾山から、縄文時代や弥生時代の土器編、遺跡などが発掘されている。立領時代に入ると、機内から日立国に至る古東街道が開かれた。足柄峠から相模国に入った古東街道は、鎌倉から、 バー次第を越えて、小坪に入り、さらに広山を越えて、現在の逗子市中心部を通り、三浦半島を横断して、横須賀市の橋湯から回路で、房総半島に渡ったものと考えられている。ただし、律令時代の艦道は、後の街道より広く、直線的に建設されたと考えられており、旧小坪寺と称される、現在も所々に残る。 細く曲がりくねった山道が古東街道の一部であったかどうかは異論が残る。下って実証4年の源の頼朝の挙兵に際し、当時三浦半島に勢力を持っていた三浦氏の三浦、吉明、吉住親子は、現時法につくが、初戦の石橋さんの戦いには、大雨のために合流できず、三浦に引き返すところ、平家法の畠山重忠と遭遇し、8月24日、 この地で合戦となった。畑山勢が由比ヶ浜に、三浦勢が小坪峠に陣を敷いたこの合戦を、小坪合戦、または小坪坂合戦と称する。一方、小坪北端の現在の県道311号、鎌倉葉山線上の尾根を越える道は、名古屋坂と呼ばれ、自称元年、当時、伊豆国昼河小島に流されていた、源頼朝が、 三浦市を訪ねる際にも通ったと言われる。もともとは通行の難所であるところから、南古市と呼ばれたことが地名の由来と言われる、名古屋路には、鎌倉時代に三浦半島方面への交通路として、後に鎌倉七口の一つに数えられる、名護市切り同士がおねじょうに開かれた。鎌倉時代には、あずまが中に、鎌倉の四境として、東む浦、南小壺、西、 稲村、北山内と記されており、小坪は鎌倉の南京とされていたことがわかる。鎌倉の外れの小村として幕府を開く前の樹栄元年には、一時、頼朝が正室の政子に隠れて、愛称の亀の前を住まわせていたこともあったという。上栄元年には、飯島崎鎌倉側に貿易港である我が江島が執行され、一方で小坪は鎌倉に、 魚介類を供給する漁港として発展することになる。小坪には、伊勢島の商人やアも移住し、その名残は、旧、小坪村の中心であった湾沿いの四地区の地名の中にも伺える。1250年頃には、魚介類を扱うウ座が開設されていたとされ、以後、江戸から近代に至るまで、漁港として栄えた。 天皇の祭儀として現在毎年11月23日に行われている新稲目祭りには、いつ頃からは定かではないが、小坪で採取される海松が献上されている。また、小坪湾と厨子海岸を隔てる大崎上野広尾山は、鎌倉時代、将軍への献上物を披露する場所であったとも、あるいは、それを担当する役人の最初であったとも言われる。戦国時代初期には、 伊豆、小田原を本拠に、相模国制圧に乗り出した、北条総雲が、鎌倉時代初期までの三浦市の暴流で、相模国の豪族となっていた、相模三浦氏を攻め、永正九年八月、当主の三浦義圧は、本拠の岡崎城を落とされた後、小坪の住吉城に籠もる。しかし住吉城も早々に落とされ、三浦義圧は、荒井城に逃れ、三年の牢城戦の後に滅ぼされた。 住吉城市は、図島マリーの背後の飯島崎の山上にあり、現在は住吉神社となって、砦出の遺構と思われるものは残っていない。相模三浦市の砦出以前に、鎌倉幕府により、鎌倉と三浦半島との間の防衛拠点として築かれていたと言われ、また、戦術の自称年間の小壺合戦時に、三浦勢が陣を敷いたのもこの近辺と考えられる。ことから、 鎌倉時代以前からすでに鳥出の原型は存在していた可能性もある。天正18年に後法上氏が滅亡すると徳川氏所領となり、江戸時代末期には天領となった。近世には広山を越えて東側の辻湾沿岸一帯も田小江川川口に至るまでが小坪とされ、広山を境に西小坪、東小坪と称されたが、昭和18年、 東小坪が新宿として独立した。近代に至るまで、現在の漁港がある小坪の中心地とそこから伸びる、とは、逗子方面からも鎌倉方面からも、急峻な山道を越えなければいれない集落であった。しかし明治に入ると、1883年に、三浦半島を下る浦賀道に作られた、最初のトンネルとして、村の北端部、旧名古志寺の峠の下に、名古屋水道を。 小坪水道の二つが地元有志の働きにより改作された。1889年には小坪村は北東側の六村と合併して田子江村となり、これが現在の図志市の前身となった。鎌倉方面へは江戸時代に小坪飯島間の岬の絶壁中段に小道が開かれたが近代になりバー次第と大木座をへ立てる。 扇山城に霧通しが作られ山越えの道が整備され、さらに1913年には扇山下に小坪水道が開通した。1923年9月1日に発生した関東大震災では揺れによる家屋の倒壊だけでなく、沿岸部では津波による大きな被害を受けた。西坂正と神奈川県下の耐震火災と警察1926年では、 小坪地区のみで、行方不明者5名、漁船の流出51隻の被害があったとしており、また、1985年の神奈川県の資料では、この地区を襲った津波の高さは6.8メートルから7.7メートルとしている。1928年には、東側に切れ込むダイヤと月あたりから、日先方面に小坪切り道士が改作され、現在の図紙市中心部との交通の便は、 飛躍的に向上した。第二次世界大戦時には、広山山頂に海軍の小坪広角砲台が作られた。その後、砲台のある山頂部分は新宿として小坪より分離したが、山頂付近は1958年に広山公園として整備、開放され、校射砲の円形の台座跡は、花壇や展望台、猿の檻となり、 監視所後には、レストハウスが建てられた。また、対戦末期の1944年2月には、上陸作戦阻止のため、同じく海軍によって、飯島先崖面に、横穴が掘られ、15センチメートル可能砲2門を備えた、西小坪砲台が作られた。終戦直後の1945年10月20日、西小坪砲台に残されていた弾薬の爆発事故があり、 号内にいた子供14名が死亡、23名が負傷するという惨事となった。その後事故現場近くには異例の地蔵村が据えられた。この事故をもとに、砲台に消えた子供たちという児童書も出版されている。戦後、高度経済成長期に入ると、野党を囲む山々の上が削られ、住宅地が作られ始めた。百六十四年に亀が岡団地。 高明寺団地、1968年には、南が、岡団地と、現在も高級住宅地として、有名な TBS 広山庭園住宅の造成が、始まる。また、1967年には、コツボ湾の飯島川の大々的な埋め立て工事が、開始され、現在の図島リーナ地区が作られた。2020年4月、小ツボ4丁目の海岸沿いで、土砂崩れがあり、 宝飾品大手、三木本の元社長、春ス豊とが巻き込まれて死亡した。鎌倉時代の資料、アズ鏡には、小壺、小久小壺の三種の表記があり、いずれにせよ、周辺から隔絶した小さな土地であったことが、地名の由来であったと考えられている。毎年1月2日、小壺漁港にある八大流王社の祭事として、漁港で行われる。一年の放漁と、 海上安全を祈願し、竜宮に奉納したみかんを、漁協を前で、また漁船から浜に投げる。小坪天皇社の祭礼で、7月上旬に行われる。漁港に面した元々の小坪の中心である四町が、年ごとに順番で祭りの行事にあたる。祭礼時には、それぞれの町の出汁が出て、町内を練り歩き、最終的には、漁港前に、すべての出汁が集合して、 祭り林を競う。現在では四丁の出汁に加え、東八津、西八との出汁も参加している。また、普段は天皇社に安置されている御子は、四方を、小赤種、若種、壮年、老年の四組が敬語、伝統的な天皇歌に合わせて担ぐ。小坪天皇社と葉山町、森戸の森山神社が一緒に33年ごとに行う。小坪天皇社の祭神、 スサのオの命と、森山神社の木稲田姫命のとは、夫婦神であり、大祭はその恒例の儀式として行われるもの。小坪天皇社のスサのオの命が見越しで、森山神社に渡御し、かつては7日間、明治以降は3日間を、森山神社で過ごす。最近では1996年9月に行われ、次回は2028年。 2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。